そうなんです。本日はシーズン10配信初日でございます。その初日を皆さんと一緒に楽しんでいきたい。流行り紙動画ご視聴ありがとうございます。チャンネルから限定公開中です。なんでチャンネルにご登録いただいてる方でないと見つけることができない動画です。もう古い動画だからね。しかもユーストリームで行った配信ですからね。それを YouTube に上げてるっていう。武器をくれ、武器をくれ。お、この小屋に。あおー、ちょっと待って、ラマー。はい、ラマバーガーいくつ。君はマスタード入り。バイカって、こんだけさ、フォートナイト遊んでて知らねえ場所があるって驚きですよ。それともこれ追加されたの。まあ大体行く場所って決まってきますからね。で、私はサニーステップスに行きたかったんですよ。なんでこんなジャングルで。よし、流行り紙はですね、もう2012年なんですね。フルフルのフル。お、ピッシャーピッシャー。私はですね、そんなにマシンガン SMG コレクターじゃないんですよ。こんな青、緑、無印と3種類揃えておりますけれども。SR、SSR、UR と3種類。でだ、サニーステップスはどこだい？私はサニーステップスに行きたいのだよ。で、確実に人がいるんで、久しぶりのサニーステップスバトルを楽しみたいと思います。うんうんうん、あ、覚えてくださってるんですか、当時のことを。そうですね、覆面動画としてね、シークレットシリーズバックヤードスポーツっていうのを開催していたんです。そのオープニングアクトだったんですよ。流行り紙は、これはサブマシンガン。どんだけサブマシンガン押すんだよ。ここは、これはハンドクヌン。
意外と好きなんです、私ハンドキャノン。いわゆるデザートイーグルってやつです。待ってね、こうしようか。出た、クイーンいってるね。お、ポシオン、ポシオンを飲みたい。はいはい、え、ターボババ、ターボババ。あ、おそらくあれですね、ダイジェスト動画を見てくださったんですね。ありがとうございます。そうなんですよ、ダイジェスト動画っていうのもね、お作りいただいて。これは散乱してるけど、もうね、若気の至り、あの辺の動画は。もう今あんなお調子に乗れないと思うんであります。イタリオブザ若気ですよ、本当に。私の戦いドリームチーム YouTube から入った方はびっくりするでしょ。そんなことない、そんなことないか。もうメッキ剥がれてるもんね。でもさ、テレビゲームで遊ぶのにそんな僕はカッコつけたいなんて思わないからね。それよりもこうして皆さんと遊んでいる時間の自分が好きというふうに思いたいのである、なんて、くっさー。こうしている自分が好き、くっさー。辻くんフォローしてよ、辻くんからも一言フォローしてくださいよ。出た、本当に人いないね。なんでだろう、そんなにさ芋ってるつもりはないんだよ。その証拠に混乱してんじゃん。でサニーに一人いることも分かってたからさ、寄ったのに。なんだなんだ、戦いがないとさ、戦いがないといざ後半迎えた時にさ、もっと大変な戦い耐えらんないよきっと。もうみんなフォートナイトのワールドカップ見てさ、刺激受けてるプレイヤーさんが多いでしょうから、フォートナイトのワールドカップですごく気がついたことの一つは、ショックウェーブみたいな、皆さん使ってましたよね、ピューンってこう飛ばすやつ。やっぱ動きが読めなくなりますからね。グライダー使ってる人がほとんどいなくて、グライダーだと軌道が読まれてしまいますから、軌道が読みづらい、あの移動系のアイテム必ずインベントリーに入ってましたもんね。おおおお、ブルーブルーブルー、さよなら。よし、で、次は割と近い、割と近いんであればよかった。コメントサンキューです。ちょっと承認が必要なコメントいただいております。サンキューです。あなたのことを嫌ってるわけじゃないよ、 YouTube があなたのことを嫌ってしまったようだ。僕はウェルカムだよ。大人の社会常識の範囲内のコメントはウェルカムだよ。これはタクティカル。ちょっと待って、なんだかんだね、使わないと思う。こうしよう。もう僕はね、まあまあ強いショットガンと、中距離用のアサルト。よく言えばこれじゃないんだよな。これ当たりづらいんですよ。これ、レティクルがですね、こう、どんどん広がっていくの分かります？
無印でいいんで、普通のアサルト、まあ途中で捨てましたけど、途中でね、そのうち出るだろうと思って捨てたんだけどね、今のとこ出てない。はい、1周年おめでとうございます。ありがとうございます。なんと言っていいことやら。 ありがとうございます。こうして時間を一緒に共有していただいているだけで私は幸せです。ありがとうございます。出た、出ました。そんなあなたに捧げる6位。現実的。そんなお祝いコメントを書いてくださったあなたに捧げる6位。ですが、このゲーム2位だろうが99位だろうが一緒なんです。で、2位が99位より偉いなんてことはなくて、そのプレイヤー自身がその1回のセッション楽しめたかどうかのその度量、大きさが僕の場合はそこが重要でありましてね、今のとこね、人に出会えてないから、ただのさ、お散歩ゲーになってるんですよ。これでいいのであろうかっていうね。これで。だからこれで6位になっても、以前で言う、ティルティッドタワーでバシバシやり合って97位とかね、それの方がよっぽど体験としては楽しいんじゃないかっていうね。階段発見。見つけたぞ。やれるか、ヘッポコブ主よ。やれるのか。犯人はそこに立てこもってる可能性がある。よっ、まずはこの小屋でマルガリータを一杯いただこうか。ヘイマルガリータ。なんもね。だが泣いている。子供の泣く声がする。いただきます。この階段の主をたどっていこう。ちょっとポップブロッカー下げます。私目が悪いんでね。こんばんは。賞金次第では2位でも妥協。賞金ね。ダサいぞ、そんなへっぴり腰。取られている。音がする。どこだ。この下だな。残り1分。これ掘ってやる。ここまで出会わないのもすごい。本当だから10キルされてる方、どこで出会ってるのっていうね。ちょっとやばい。上がれ。ファストブレイクだ。そんなへっぴり腰でどうする。男なら堂々と立って、
グレネードランツ。ランツ持ってっか。おちょくりアイテムゲット。お、階段発見。同じ主だな。指紋が見える。君の指紋が見えてるぞ。もんもんもん。だから上がっても結局中心街から外れてるから移動アイテムがないのは辛いね。いそうだな、あそこに。いそう。あれ人じゃないの？あれ人？僕ね、人に見えるけど。目が悪いだけでした。視力が欲しい。シェンロンに一つお願い事ができるんであれば、視力をください。視力、視力とね、あと新しいセットの歯お、貪欲ね。貪欲野郎を狙いに行こう。ヘロ貪欲野郎。あ、もう早いんだね。仕事が早いんだ。仕事早いんですよ。仕事きっちり。行きますよ、行きますよ。勝負、勝負かけます。襲います。襲ってきます。ガオー、トラだぞー。俺がいたんじゃお嫁にも行けぬ。そのトラさんじゃないね。第一村人発見、直ちに。やられた。男だね。スキンも女だけど。おめでとう。これね、嫌いじゃない。これかなり好き。でも今ね、200しかないんだな。再販されることになって見送ります。うわ、何が起きた？変更、ちょっと急遽変更。あのメテオが落ちてるとこ行こう。ちょっと待って、ライバル発見。ここ何？うわー、見て一箇所に一枚のピッツァを大人10人が。うぅ何でああなる。このような終わりみたいになってたよ。いいな、みんな。よし、作戦ボーン。やばい、見つかってしまった。わかるだろう、フルシドさ、この感じ。何も持ってない、丸腰だって。丸腰の人やったって しょうがないだろう。で、唯一手に入れたのがこのピストルっていうね、この神様の意地悪な感じ。
てててて初心者よ。あ、手振ってくれてる。お前はなかなかできるな。大人の余裕ってやつを持ってるね。だから、ウプ主も武器は持ってんだけど、見逃そうじゃないか。降りらんないな。うん、これチーミングではないからね。この、うん、チーミングじゃないから。降りたいだけなんです、私。よし、じゃあ元気でな。お互い一人前になったら天下一武道会の決勝戦でやり合おうじゃないか、思いっきり。振り返ってみる。やべ、ついてきてる。振り切れ。懐かれてしまった。ダメだ。お前は俺と天下一武道会の決勝戦でやるんだ。やべ、あの足音は絶対あいつだ。ダメダメ。ダメだ、黒だ。ややこしくなる。ややこしくなるから。ここでウプ主がさ、こんなことしてこないよ。チーミングだよ。ダメダメダメ。手振ってくれたの可愛い。ダメなんですって。彼はね、ひょっとしたら初心者かもしんない。こういう行動が楽しいからついてきてくれてるんだと思うんですけど、ダメなんだって。これ用のモードがあるわけだからさ。デュオがしたかったら、デュオ、もう絶対初心者でしょ。楽しいのはわかるんだけどね、ダメなんだって、これは。懐かれてる。でも、手を振るってことはね、課金してるんですよ。あの人、初心者じゃないんだよ、よく考えたら。お前、初心者のふりをした。課金してなきゃ手触れないんだから。ウフ主知ってるよ。もう懐かれちゃった。ダメだ、もうこの回は脳幹だな。もう脳幹、もうウフ主脳幹のつもりでさ、もうやるわ。もう脳幹のつもりで。こ、敵来ちゃったよ。これで2人協力して倒しちゃったらさ、もうチーミング確定だよ。これでお前が行けっていうのとわけが違うからね。誰か死んだ。もうね、ごめん、もうやめなきゃいけないわ。これもうやめなきゃいけない、ウプ主。もう、結構いい武器手に入ったんだけど、悪いな。さよなら。置き土産だ。が勝ったの。それによっては、そのツルハシの音、お前が勝ったのか。勝ったのか、おめでとう。もうほら、これやるから、これやるから、じゃあな。これは一体何なんだ、この
パラサイトみたいなやつ。あ、あのパラサイトが、あれか。人が集まる喫茶店みたいな。行ってみたいな。チビみたいな展開。チビっていうとドラクエ8じゃなくてドラクエ7かな。勝負、勝負、勝負。早えな。なんかさ、機械みたいなのなかった？シガニー・ウィーバーがエイリアンと戦うときに来てたような。うわ、なんもねえ。 このゲーム、ピストル耐久するの好きですね。こんにちは、私は今地図上のパラサイトがあったとおぼしき場所へやってきております。大変な銃撃戦が繰り広げられております。あのパラサイトの正体を私つかみたいと思うんです。もうない、もう全部ない、なくなっている。あれは一体何だったんだ。あれは一体、あの正体が分かるのは次のマッチか。よし、新武器なんだ。ピストルです。ピストルの配給好きですね。あれはなんだ？あれはなんだ？使えねえ武器だな。いた！見つけた。エスカレーター上がってった。ジョン・コナーを発見した。ジョン・コナーを排除する。バレた？バレたくさいな。落としたな。排除。これで我らスカイネット君の勝利だ。フォートナイトのワールドカップの面白いなと思ったのが、武器がですね、割とこんな感じだったんですよ。やっぱり普通にワールドカップの場でもレアな武器が出やすい、そんな仕様にはなっておらず、ごくごく普通にフォートナイトを遊んでて出くわすシチュエーションの通りになってて面白かったですね。
よし、ブービートラップを仕掛けようじゃないか。どこがみんな好き？ブービーマジックを仕掛けてみた。ドラムガン。今シーズンもドラムガンがあってよかった。テンションが違いますからね。好きな武器がある、ない。強引に格闘ゲームで例えるならね、キャラクターがいる、いないみたいなね。何、 SS さんの歌、鋭い視聴者がいらっしゃった。なぜわかった？ママ、僕も YouTube デビューしちゃうよ。ティッティティー。ちょっと待って、音がする。どっかで音がしてる。気のせいでなければ。やっと会えた、やっと会えたぜ。そうですよ、日本三大 SS、 ちゃんと3つ言ってなかったっていうね。最後さ、瀬形三四郎って言おうと思ったんですよ。でもその瀬形三四郎っていう答え、セガサターンから来てるからさ、結局ダメなんだよね、かぶってるから。姿三四郎だったらよかったかな。おかしいな、もう一人ぐらい隠れていそうな、そんな感じだったんですけど、いなかったな。割と音立ててみたんだけど。ペプシやる？ごめんなさい、うちはコーラだけなの。私があの街頭でペプシチャレンジを目撃して、なんか記念品をもらったって話しましたっけ？ああいうのってさ、コマーシャルだけだと思ってたんですよ、コマーシャルの演出。そしたらさ、やってんですよ、ペプシチャレンジ。ペプシチャレンジとは何ぞやっていうとね、カップにコーラが入ってんですよ、注がれてんですよ。でどっちがうめえかって聞かれるんですよ、どっちがうめえかって。で、こっちがうめえって言った方がペプシだとしたら記念品がもらえるっていうね。当初僕はね、そういうルールとは知らずにね、おう、ペプシを当てればいいんだろうっていう感じでね、望んだんですよ。そしたら係の人がね、いや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 と、どっちがペプシを当てるかではなく、あなたが美味しいと思った方を言ってくださいって言うんですよ。でもね、そうは言ってもね、きっとね、ペプシを当ててもらいたいんだろうなっていうのは分かってたからね。係の人の言葉は、まあ、話半分ふんふんって感じで、美味しい方ね、こっちが美味しいです、
かっここっちがペプシだろ、こっちがペプシなんやろ、我そんな感じで答えたら、おめでとうございます、そちらがなんとですねペプシなんですよ、美味しかったですか、うん、そんな感じでしたね。おペプシと他のコーラ結構味が違うね、分かる人には分かるんですよ、どうしよう、そのどっちが美味しいとかじゃなくてペプシはね分かるんですよ、味がね少し甘い、僕の印象ね、甘め、迫ってる、いい薪スポット見つけた、僕だけの薪スポット、さあ僭越ながら初日どんかついきます、もうワールドカップの皆さんの本当に磨かれた技術のプレイングを見てしまうと、こんな私めが勝ってしまうというのは恐縮、恐縮だなしーって感じなんだけど、スナイパー欲しいな、スナイパーください、スナイパー一丁、スナイパー一丁、ちょっとスナイパー一丁、なんもねえぞここ、あれですよ、トナイトのワールドカップ出演者だったら一マスずつトンネルを作りながら進む、そんな感じのなんもねえエリア、これもうすぐスナイパーで抜かれちゃうよ、昔日本で放送されてたコカ・コーラのコマーシャルはね、キャッチコピーが爽やかになるうんつんかんたらみたいな、お、あれうまいな、三角屋根をうまく駆使して編集する、あれ俺うまいぜっていうね証、俺できるよっていうね、あれ正面165移動を開始した、右へぴょんぴょん飛んでる、こういう時スナイプ欲しいよね、ちょっと待って、皆さんはきっとお気づきだったと思いますが、コンバットショットガンが2丁ある、メディキットの空きスペース分か、じゃあなんか回復系が欲しいね、インベントリーはジャンプパッド1つ、ウプ主のねへそくりゾーンガンですよ、そこ行ってみよう、よっへそくってる発見、
ウプ主の場所をまだ理解してないようだ。そんなとこにはいねえよ。そんなとこにいないよ、ワトソン君。飛んだ。ドアからドアへ、ドアからドアへ。やめた。入った。カーモンベイビードンカツ。はいじゃ。うほほ、報酬の雨あられ。うんちゃん。あられだお。安心するのはまだ早い。安心するのはまだ早い。安心パパの曲はまだ流れてるんだぜ、スモーキーロビンソン君。カモンベイビードンカツ。あ、ワールドカップ見た？それワールドカップ技でしょ？もう顕著にワールドカップ技が浸透してます。おほほー、マイトリー、私の桃の木、桃の木大好き。私の桃の木、桃の木大好き。何してんだそこで。100年早いわ、コアッパどもめ。殺す。殺す。ディケディケディッテ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 ィやばい、かなりやばい。建築ミスは許されない。
スウェイ。コアッパメ。くっそ入ったのにな。なんで今のちっちゃなダメージは。お見事です。やられました。お、それワールドカップで磨いたその技。グライダーいらずの降りるやつ。あー、優勝おめでとう。いやー、これよこれ、ほんと楽しいね。最後の数人になった時、3人とか2人とか4人とか、このタイミングの試合が面白いんですよ。これだからね、どんなに他のプレイヤーさんとこの腕前の差が開いてもやりたくなるんだよな。やりたくなっちゃうんだよこれ。あの、他のプレイヤーさんのプレイを見ていても刺激を受ける。行ってみよう。あの山岳地帯に何かが落ちた。そうだ、調査隊はそこへ。傘一本持ってやっ、うん、夏休み、響きが懐かしい。夏休みね。もう見るからに目的がさ、はっきりしてますよね。あの前方にいるプレイヤーさん。スキー、スノボをやりに行く感じじゃないもん。さっきの隕石を。死んだ。いや、目の前で誰かが死んだ。あれがいわゆる一般人とアムロ・レイの差ですね。やっぱね、僕は一番うまく使えるんだみたいなね、そういうそれぐらいの気持ちでロボットに触れていただきたいね。無茶しやがって。滑ります。マージュのプレッツェル屋さんみたいになっちゃったよ。プレッツェルしかないってやつ。メニューがここで言うと、このほら、これマージュのプレッツェル屋さんね。辻君が喜んでいます。で、やっとプレッツェルが売れるかと思ったらさ、タピだっけな、なんか売りに来るんですよ、教師どもが。鬼教師。パフ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 やってろ。
外にやるっていうね。タフだね、タフだね、あなた今シーズンのタフやば。あれちょっと待って、通じくん、そりゃ強いわ。はい、お疲れ様でした。とても楽しい初日でした。なんか全然バグもなくてスムーズでしたね。またやりましょう。今夜もどうもありがとうございました。